井口村は、かつて、富山県東都並郡に置かれていた村である。2004年11月1日に合併して、何年となった。国内有数の雪端椿の自生地があり、日本一の椿村を目指した。村名は、かつてこの一帯に、井口郷があったことに由来する。江戸時代初期には、井口村の中心集落は、町村と呼ばれていた。これは、中世にこの地点に、 井口地域の血があったことを示している。その後、戦国時代の城花調整率の際に、井口の死は吸収され、城花の六歳死の一部となった。1647年の資料には、福光から稲見へ出る道筋として、福光村ついたち市村、宗志村町村稲見村とある。宗主から東へ進まずに、あえて南方の町村へ向かっているのは、 井口の死が亡くなってから70年以上経過し、中世から近世への時代の変化の中にありながら、市場として栄えていた頃の名残が、この時点で薄れていないからとも考えられる。現在の村は、町村製紙工事に成立した。以降、何都市になるまで一度も合併は行っていない。明治以前これ以降、井口氏は、石黒草大鼓寺教の井口を本拠にして在地化したと言われる。 明治以降、ありがとうございます。